こんにちは、放送作家の鶴間正幸です。今回のテーマは、売れる放送作家になっている人の4つの共通点。まあ、私、売れるっていうのもおこがましいんですけども、40年、この業界でテレビラジオに携わってきてますので、私の経験上のことを、お話ししたいと思います。4つあるんですけども、まずは1つ目、好奇心。いろんなことに興味を持つってことですね。覗いてみる。分かりやすいことで言うと、大道芸がありますよね。そうすると人だかりができてると、何やってんだって、まあ子供の頃からみんなそういうの大好きで、何何何って、ああこういうことやってんだ、面白いっていう、それが、まずは原点ですよね。それで、好奇心というのを円を描いてください。好奇心っていう言葉から何がいっぱい生えてきますかって話なんですよ。要するに好奇心、面白い、興味深い、気になる、なんか変、美味しそうとか、かっこいいとか、行ってみたいとか、買ってみたいっていう、もう全てが好奇心ですよね。それが、その人が生きてきた、今日まで生きてきた生き様で、それが100個出てくるか30個しか出てこないかっていうことなんですよね。あらゆることが好奇心につながってるわけです。それを一個ずつ、なんか変っていうと、変で今何が変なのかっていうことっていうことで好奇心を広げていくってことですね。それが僕の発想法のまず第一義です。そうするとまたそのなんか変から、なんか変で円が作れるわけです。そう、なんか変っていうことは形が変っていうことですね。なんだろうな、発想法が変とか、見た目が変とか、なんか変についてもいろいろまたそこから生まれるわけで、もう無限なわけです好奇心っていうのは。分かりやすく言うと、今まで見たことがないっていうことですよね。テレビ作る第一義は、こんなテレビ見たことないよって。だから好奇心がみんなワクワクしてチャンネルをひねってくれて視聴率が上がるっていうことですよね。それから、これからどうなるんだろうっていうことですね。好奇心で言うと、この後どうなんのっていう。やっぱり、生のドキュメンタリーっていうか、この後どうなるっていう、連続ドラマもそうですよね。この後どうなる、犯人は誰なんだ、来週も見たいっていう、このあとどうなるっていうのがやっぱりみんなの興味、これを面白おかしく作れるっていうことが視聴率につながるっていうことのポイントになるわけですね。1番目は好奇心でした。2番目、作家を作ってる基本形、雑学ですね。やっぱり、私のモットーとしては、放送作家っていうのは雑学を毎日食べて生きてるんです。好奇心ともつながります。あれなんだろうっていう雑学、毎日新聞読んだり、いろんなネットのニュース見たり、人からの情報を得たり、またテレビも見ます、ラジオも聞きます。そして雑学を、今日知った、へえって思ったことを忘れないっていうことですね。で、雑学って何なんだろうと思ったら、野菜ですね。野菜ってメインディッシュじゃないんで、僕たちはどっちかっていうと揚げ物、唐揚げとか、とんかつとかハンバーグとか食べたくなっちゃうんですけども、やっぱり野菜ありきが大前提ですね。野菜をやっぱりちゃんと取っておくことで、今何が起きてるか、雑学、今ブームは何なのかっていうことが分かると、よりなんか作家の土台が築けて、どこでもなんかこう対応できるってことですね。例えばですね、この間、ベルリンマラソンで、ケニアの選手が2時間1分の初の1分台突入の記録を出したんですよ。皆さん、選手の名前言えますか？言えたらすごいです。キプチョゲ選手。キプチョゲです。僕も、やっぱり
なんかの話題で、あれ誰だっけ、あれ名前なんだっけ、あれ何って必ず会議とかで話題になったりするんですよ。で、覚えておくと大体話題にならない。でもこれは自分のためとして発表するんじゃなくて、もう習慣として覚えておくってことが大事なわけですよ。そのオリンピックのマスコットキャラになった市松模様のね、紺の市松模様、ピンクの市松模様のキャラクターいますよね。小学生が選んだ、投票で、それが名前言えますか？紺の市松模様の方のキャラクター、東京オリンピックキャラ、未来とは。でピンクの方言えますか？ソメイティ。どうでもいいんだけどもこれをみんながうやむやに、まあいいか、めんどくさいから覚えとかないって言って、まあ微妙な名前なんですよね。これを押さえておくっていうのが作家の使命なんですよ。みんな今の時代ね、あれなんだっけって言った瞬間にスマホでね、検索したりパソコンで検索したりして、答えは出てきます。でもパソコン、スマホ検索よりも先に自分が言える自分を作っておく、これが作家の大事なポイントですね。これを言える自分を作りましょう。やっぱりそのために雑学を毎日食べるっていうことを、行っておくのが良いのかなと、私が編み出した秘訣でございます。さあ続いて3番目です。 if を楽しむ。 if、 もしですね。やっぱり想像力、妄想力っていうか、どんどん自分の中で、発想を膨らませていくってことが結構大事なことで、まあ、最近エレベーターガール少なくなりましたけども、でもまだ日本橋の高島屋さんとか三越に行きますとエレベーターガールさんがいらっしゃいます。で、僕は乗るたびに必ず言うのが、上参りますってこうおっしゃってくださるわけですよね。その時に僕なんか、なんか横に参りますって言ってくんないかなって勝手な妄想するわけですよ。そうすると横に進んだら動く歩道じゃないですけども歩かなくて済むわけですよね。だからそういう斜め上に参りますとかね、その対角線で6階に行く時、すごい歩かなくても対角線で行けるとなんか面白いのかなとかって、もうどうでもいい発想なんですけども、なんかこう自分の中でパロディを作るっていうこと、ずらすってことなんですよね。定番のフレーズをどうずらして面白がっていくかって、多分皆さんね、みんな普段やってると思うんですよ。それを意識をもっと強くするっていうことなんですよね。だからコーヒーカップがあるとするじゃないですか。で、取っ手が周り横についてますよね。でも僕はね、これが中についてたら面白いだろうなって if を考えるんですよ。で、中についてると持ちづらいんだけども、なんかこうくだらねえって、なんで中に入ってんの、飲んでたら中に取っ手が出てきたら笑っちゃうなって思うわけですよ。でもそれを受け入れられる人が100人中1人いるかいないかなんですよね。でも普通の人がそれに対して、なんでこんな中にわざわざそれをつけんのっていうことになってしまう、常識で言うとね。でもその常識を覆す発想を普段からしてないと、発想力ってのはどんどん進んでいかないんですよね。だからなんだろうな、なんかで面白いネタで言うとね、トラックが、軽トラックがバックするときに、バックしますっていう、コメントをしゃべるわけですよ、危険だからね。それが、昔ハガキのネタであったんですけども、ラジオのそのバックしますとか、ガッツリしますガッツリしますに聞こえるっていうわけですよ。でもそれは想像力ですよね。だからその想像力を面白がるっていうことを、こうそれが分かりやすいとね、みんなが受けてくれるんだけど、また難しいところはスレスレで分かりづらいのもあるわけですね。でもそのいろんなことを、だから、この間も新聞読んでたら、おばあちゃんがエリック・クラプトンのことをエリック・プランクトンって言ったって言うんですよね。だからそれはプランクトンって言葉が面白いから、エリック・プランクトン、なるほどなと思ったわけですよ。それはエリック・クラプトンをプランクトンにずらしただけなんですよ。で、ずらしたものが面白いと、それはネタになるんですよね。プランクトンっていう言葉が面白いから、
エクプランクトンが、エレクプランクトンっていう単純なことなんですけど、そのずらしでエレク・クラプトンという方がもう世界的なギタリストだから、余計プランクトンという言葉がハマって面白いっていうことなんですよね。だからその なんていうのかな、あの日常生活をいかにこうずらしてパロディ化して、面白がっていくかっていうこと、それはだから見た目のこと、あと言葉で、分かりやすい例でもう一個言うと、あの似てるっていう、何か似てる、顔が似てるって、例えば自動車の正面がライトがあって、エンブレムがあるから顔に見える瞬間ありますよね。でそれはやっぱり人間の顔ってベースがあるから、何かの顔に似てる風に見えるわけですよ。だから僕たちはベースがあった上でずらしてることでパロディで笑うわけなんですよね。だから親子で似てるってことで、似てる親子、この親子似てるわねって、なんか笑っちゃいますよね。それ人間の顔だから。それがヤギ同士だったら、もともとヤギの顔に変化がないから、そのヤギはヤギで似てるから笑いにはならないわけですよ。だけど人間の顔が似てるってことは、人間それぞれ顔が違うから似てるってことで笑うわけです。だからダジャレ、さっきのエリック・クラプトンとエリック・プランクトン、これダジャレなわけですね。ところでこれもダジャレなんです。で、似てるってことは顔のダジャレなんですよね、実は。だからずれてるってことで笑うわけです。だから一番いい例はね、福笑い、誰が考えたか、昔からの遊びで福笑いっていう、お正月にやる遊び、最近はほとんど見ません。福笑いって言葉自体も死語になってます。でもあの福笑いって、顔のベースがあって、目と鼻と口をこう目隠しておくっていう、でそれがちゃんと置けてなくてみんなが笑うっていうのはずらしなんですよね、単純に言うとね。あれでみんな笑ってた、単純なことなんですよ。それがだから鼻が、あの穴が大きいとか、目が細いとか、目がでかいとか、唇が厚いってことで、僕たちは唇はそんなに厚くないから、たまにたらこ唇の人を見ると笑っちゃうわけですよね。唇は厚いよあの人って、大きい声では言わないけども、でもそれは顔が微妙にパロディになってるわけですよ、日常生活の中でね。でそれをどうやって発想で今度は自分で面白がってずらしていくかっていうことができると、なんかこうイフをより楽しめるんじゃないかなって思います。イフで楽しんでください。はい、最後になりました。4つ目ですね、私が心がけているのは、いいはみ出し方をするってことです。どういうことかと言いますと、僕は30代になる手前ぐらいかな、ある時本屋さんで立ち読みをしてましたら、相田みつをさんの本があったんで、パラパラっとめくってましたら、感動とは感じて動くって書いてあったんですよ。でいい言葉だなと思った瞬間、あ、俺って感動はよくするけど、頭の中で感動してるだけで、実際体を動かして行動してないなって思ったんですよ。もう目から鱗でした。よくテレビで温泉番組とか見て、こんなにお食事がついて、こんないいお風呂で、1万円ですみたいな、お得な宿を紹介したりするじゃないですか。そうすると大体みんなテレビの前で行ってみたいねって会話するんですよね。あ、いつか行こうねって。でこれはテレビ見てる人はそれでいいんですよ、いつか行こうねで。でも実際作家としてテレビの中で仕事する人間は行かなきゃいけないんですよ。もう百聞は一見にしかず、やっぱり行って体感してくる。そしてもちろんお金はかかりますけども、それでその旅の道すがらいろんな発見もできるわけです。行動、全て行動です。で僕はその感動とは感じて動くことであるっていう言葉を、見て以来、もうそのいいわざわざをするという、なんかもう実践的に自分を動かすっていう、意図的に行列ができる店があれば行列に並んでみる、
この間も念願の目黒のサンマ、7000尾を提供するっていうんで、10時から提供するっていうんで、1時間前に行って、並びました。それで3時間半です。でもそれは実際実体験として、サンマの焼いてる煙がどんどん近づいてくるわけです。ああもうすぐ自分の番だっていう体感をしながら、やっぱり1時間前に並んだレベルだと3時間半かかるんだっていう体感が、やっぱり自分で、何そんなわざわざただのサンマにために3時間半並ぶのっていう考え方は98人の発想なんですよ。 2の発想に行くんだったらやっぱり並ぶですね。そうやって、体感する、で自分で感じることで、こうやって会議の合間でちらっと雑談でも話せるわけですよ。行ったのっていう、偉いねっていう、行かない98人の人がいるわけで、行った2の方にどう行くかっていうのが僕のテーマで、やっぱり作家として、どう進むかっていうことが、いいのかなっていう気はします。なんか僕食いしん坊なんで、やっぱり一番簡単に行動できるっていうのは、安くて美味しい店ですね。この間も作家の友達と、これはアドマチック天国を見てたら、群馬県の温泉で追神温泉ってところに6400円で、泊まれる、温泉宿を紹介してたんですよ。で朝食のみ、それは6400円ですから夕食つかないんですよ。でもそのなぜ6400円なのかと申しますと、実はそこは餃子の満州っていうチェーン店が買い取ったホテルなんで、夕食は餃子の満州っていう、まあお店がそのまま食堂に入ってるんですよ。だからメニューも全く一緒で、その夕食は自分の好きなものをオーダーしてじゃあ餃子を頼んで、ホイコーロー頼んで、チャーハン頼んで、ビール頼んで、まるでその食堂がその餃子の満州っていうお店と一緒なんですよ。でオーダーして、で食べた分だけお会計で払うっていう夕食を。だからそれで食べても1人2000円でした。だから8400円でその餃子の満州の温泉のホテルに泊まって帰ってきたっていうだけのことなんですけども、それはそれで面白いし、情報として楽しんで行ってよかったなっていうふうに思っております。だから食いしん坊だったら、なんかその食いしん坊を軸に何か行動する、なんかそれはなんか、さっきも言いましたけど、会議とかちょっとした人と話す潤滑油にもなるんですよね。それを心がけて、いかにこう自分がいいはみ出し方をどうするかっていうことを心がけていれば、実際なんかこう作家のなんかキャパシティを広げるチャンスにもなるんで、やっぱり情報をいかに持ってるかっていうことですよね。この人と会議するとなんか合間の話が面白い、いつもなんか新しい情報を持ってる作家さんだっていうふうに思われる、こういうことをコツコツやることがやっぱり4つ目大事なことなんで、ぜひとも、1つ目の好奇心、そして2つ目雑学ね、食べてください。で3番目イフを楽しんで、4つ目いいはみ出し方をして自分を作って、見てはいかがでしょうか。ぜひとも、このやり方で、前に進みましょう。放送作家やってますと、実は、自分が必ずしもいいものが浮かぶっていう、毎日ではないわけです。だから特に僕が気にしていることは、いろんな人の番組も見たりとかしながら、あこれうまいな、やられたわっていうのを感じてほしいんですよ。やっぱりいいものを考える人はたくさんいます。だからそれに刺激されるってことですよね。それをまんまパクるのはダメです、もうルールとして。そうではなくて、それをどうまた、いい刺激にして、うまい考え方だな、そういう考え方があるんだ、なるほどっていうふうに、それで僕たちがそれを、
お腹の中に入れて、自分が今度はうまいねって人に言われるいい刺激のあるものを生み出す。皆さんもぜひ日々こういう考え方をモットーに頭の中に描いて、生活して刺激のあるものを生み出していただければなと思います。ありがとうございました。